その人がどういう人かは、そのなんか本当はどういう人かっていうのは分からないけれども、なんか私とこう例えば関わった時に、なんかその瞬間的な感じ方とか、うん、なんとなく分かるじゃないですか、うん、それで、あ、この人すごく本当はいい人だって思ったら、私にとってその人はいい人だしっていうのはありますね。そうですね、結構その話した時の、あの波長があったり合わなかったりとかっていう直感は、うん、結構大事にはしますね、うん。そうですね、その信じられるかじゃなくて信じたいっていう気持ちはすごくわかります。お花見って言ったら、もう親友とプラプラ歩きながらこうお花写真撮ったりとかっていうぐらいだと思うんですけど、私の高校の時は放課後、昼に学校が終わったので、みんなで大きな池のある公園に行って、うん、シート広げて、うん、お弁当みんなで作ってきたのを持ち寄って、うん、みんなで食べてバドミントンしてとかっていう、まあ平和なお花見をした記憶はあります。春ランマンって感じですね。そうですね、その中で、はい、すごいいい思い出、いい思い出です。どうもありがとうございます。ありがとうございます。